スノーマン、サードアルバム、アイドゥーミー発売初週ミリオン達成過去の記録から見る、グループの爆発力と継続的な人気。5月17日、スノーマンがサードアルバム、アイドゥーミーをリリースした。オリコンによれば、同作はフラゲニチに83.3万枚を売り上げハーフミリオンを大きく突破、1。 さらにビルボードジャパンによると5月15日から5月17日の集計で95万7817枚を売り上げており、アルバムセールスランキングで首位を走っている。2。これは2022年9月リリースのセカンドアルバム、スノーラボ。S2 のフラゲ日集計66万4685枚。 2021年9月リリースのファーストアルバム、スノーマニア S1 のフラゲ日集計618,277枚を上回る自己最高記録。スノーマニア S1 は約7ヶ月後、スノーラボ。S2 は約3ヶ月後にミリオンセールスを達成したが、サウンドスキャンジャパンによると CD アルバム売上レポート、2023年5月15日から19日集計。 では、121140 0枚を売り上げたことが明らかとなり、自身初の初週ミリオンを達成。